仏書5年会教団は、関口義和と関口富野によって設立された、日蓮系、北家系の新宗教である。会員数は、令和元年度末、現在、1三3八8027人。関口義和は15歳で上京。一旦北海道に渡ったが病気を患い、新潟に戻り、大正12年に、再び上京し、自転車店を経営、翌年、 富野と結婚した。しかし、長女の病死、長男の病弱を契機として、夫婦共に、日蓮宗中山法華教授や不動明王、また観音信仰をしていたが、隣人の勧めにより、富野が昭和8年に霊友会に入信。吉和も後に入信、第六支部長を歴任したが、霊友会の共同募金横領、脱税事件を契機に離脱。 昭和25年10月30日、妻の富野と共に教団を設立した。白金高輪地区に敷地を持ち、現在は、教団の駐車場として活用されている。京都大公山本国寺より譲り受けた、日蓮聖人直筆の曼荼羅と川池から預かった、同じく、日蓮聖人新筆の大日本国へ守るの、大曼荼羅の2体を保有する。 平成27年11月に埼玉、スーパーアリーナで、教団創立65周年式典を挙行している。毎年、美信山不動寺へ、団参を行うほか、明治神宮、伊勢神宮への参拝を行う。また、建国記念の日の宝祝、靖国神社の国家ご時を主張する。政治との関わりは深く、これまで参議院の全国区、比例区選挙では、大竹平八郎、 佐藤三造、村上光太郎、鳩山伊一郎、藤井博久、佐藤吉子、奈良崎康正、尾辻秀久、有村春子、江藤聖一、山谷蛭子といった候補を支援してきた。石原家との関係もあり、石原慎太郎との新聞での対談記事などもある。また、青木おさによれば、日本会議との関係についてのあえら編集部による取材、アンケートにおいて、 仏書5年会教団は、皇室業母の諸活動や、英霊の異例検証など、教団の考えに合う取り組みについて、その趣旨に賛同する会員に協力を呼びかけているとしている。上杉総は、新聖仏教教団について、宗教右派という言葉を用いて批判している。上杉里氏は、過去に実施された日本会議のイベントの受付で、仏書5年会を含む、 各種宗教団体別の受付窓口が設けられており、参加者を組織動員したことが伺えるとしている。ありがとうございます。